休憩どこでも何もかな。メインでいいんじゃない。メインチューブで。そんな混んでないでしょ。7.5 キロだって。あ、でもちょうどか15分で今。実際の標識や交通規則に従って運転してください。ライトアップなんじゃない。もっと暗くなってばかな。夜の部は5時半だけど。今は毎日だけ。目的地の到着予想時刻頃の天気は曇り。現在、茨城県に濃霧注意報が発表されています。暑い。朝日町を右方向です。その先右方向です。右方向です。いい街ですね。なんかちっちゃい京都みたいな感じで。うん、裁判所前を右方向です。右方向です。
まもなく JR 足利駅入り口を左方向です。左方向です。看板が書けるような歴史があったりさ、痛い？なるっつったら7時ぐらいまでなんないよね。7時近くまで、もしちゃんと見たいならさ、綺麗な。でもまあ見れればまあいいか。まあライトアップが何時か見れても変わってくるけど、ちゃんと見たいじゃない。ライトアップちゃんと見て、まあ、それでまあ一応目的はそうね、
てか一応ほらフラワーパークでさ食べるとこ調べてみたの、うん、そしたら軽食だけじゃなくてちゃんと大判ものもあるんだね、うん、ほらこの前混んでたからだったけどさ、うん、ちゃんと丼物とかも、うん、それでそのまあ何プチリの、うん、その何ほら有名っていうかそのお肉を使ってる生姜とかも書いてあったよ、うん、じゃあ食べててもいいかなんか頭抱えてた。うん、暑くてあれかな。信号左折は書いてあるけど、あるの？分かんなかった。
かな、時間が。なんで明るいから。うん。まあいいんじゃない。ここに行くとこある？ない。もうお寺とか閉まっちゃうんじゃない。いや、アウトレットじゃ遠いよね、物も。まあゆっくり見て、あれか。あとそう、藤の花のソフトクリームあるって。うん、それじゃ食べないで。うん、でも食べるかな。食べる。やっぱちょっと紫っぽかった、見たら。まあまあ、まあ、そう、うん。まあでもそうだね、行った時が冬だったし、そんな、冬は。左方向です。
およそ700メートル目的地付近です。開いてんのかな、開いてんのか、ダメなのかな。あ、開いてた、まぶしい。もうちょっと前だったか。その車、ヘッドライトつけっぱになって反射してんじゃなくて、うん、フグがついて、フグっていうかな、シャハバトかな、結局しとく、うん、熱い、はあ、結構いるんだね、やっぱり。まあ、平日休みの人も世の中にいっぱいいるだろうから。うん。エンジン切った方がいい。充電はさせてほしいな。ああ。絶好のドライブ日和である。カードを確認しました。有効期限2020年5月です
あ、違う、自宅じゃなくて、あれだよ。あの、なんだっけ。履歴だ。履歴で、そうだよ。自宅設定やると大変なことだ。今から出たとしても到着は明日になるだろうな。下道？でも実家にもやるのかな、もしあれなら。まあまあ、あまり無駄な。時間2200円。あ、そんな変わんないね。実際の標識や交通規則に従って運転してください。2時間ぐらいなんだ。でももっと空いてればそんなあれかかかないか。何曜だっけ。木曜。あれテレビ。そう、真田丸とかあったらどうしよう。クリージャインにしようと思ってさ。目的地の到着予想時刻頃の天気は暑い晴れ。現在茨城県に濃霧注意報が発表されています。中ってタバコ吸えるスペースなんてあるんだっけ。確かあったと思ったよ。あるか、あるな。一応タバコ持ってた。ご身長はいる？ GPS をサーチ中です。いらないでしょ。花の咲き具合だって入園料の変動は。うん。ちょっと当日の朝7時に設定するんだって。ダメな日なんだよ。そんなこと。でもほら、あれかな、やっぱ紫の藤はちょっと満開終わっちゃったかな、見頃が。藤の花物語は最終幕って書いてある。その黄色の藤が、まあ、最後ってことみたいだね、うん、じゃあそろそろ行きますか。うんうん、ついてるな、あれに。一応、あれだけ持ってこうかな、電池。電池？うん、ああ、こっちね。